株式会社臨海は、神奈川県横浜市神奈川区に本部を置く、学習塾、臨海セミナーを運営する企業。私立中学、公立高校、大学などを目指すためのコースを持っている。地域の学校の授業に合わせたカリキュラムで授業を行うコース。テストによるクラス分けを行い、レベル別授業を実施している。主に共通問題で入試を行っている。 公立高校を目指すコース。また、学校別のテスト対策をしている。国私立中学校受験対策のためのコース。小学4.56年生を対象にした、公立中高一貫校受験対策のためのコース。南韓国私立高校や公立トップ校の受験対策のためのコース。中2までの理者は、普通科の授業を受けることがある。中1から、 学校のカリキュラムとは難易度がかなり異なる。独自のカリキュラムで授業を進める。難関高校の受験対策のための個別指導のコース。大学受験対策のための高校生対象コース。一部の災害間向けの講座は選抜試験があるものの、基本的にレベル別の講座選択制。全教室に自習室がある。また、TA による補修を受けられる。 ごく一部校舎に限って、東京大学対策の東大プロジェクトという講座をや南管理系大学を目指す、中高一貫校の中3から高二を対象とした、数学エリート養成コースを開校している。講師一人が生徒1から2人を指導するコース。小学1年生から高校3年生を対象としている。指導教科は、小学生は算数、国語。 理科、社会、中学生は、英語、国語、数学、理科、社会の5教科、高校生は、数学、英語の2教科のみ。臨海、TSP を用いて、学力アップを図るコースを開講している。大学生、社会人を対象にした、英語指導コース、英会話コースと、統一区コース、英検対策コースがある。2017年8月現在、 一と一不三県に338校を展開している。同じ校舎名でもコースによって建物が違ったり校舎名は異なるが同じ建物内にある校舎もあると整理されていないので注意が必要である。通塾、退塾の状況が登録したメールアドレスに通塾状況が配信される来たぞを導入している。2020年11月に 臨海社員による内部告発文がインターネット上に掲載されたことを受け、12月3日、当初一部上場のステップを幹事者とし、早稲田アカデミー、修営予備校、中一万学院など同業他社19社が連名で、学習塾、臨海セミナーを運営する臨海に対し、当社が行っている強引な生徒勧誘や合格者づくりの手法には、社会的に容認できないなどとする。 申し入れ書を送付した。申し入れ書によると、熟成から友人の名前や熟名、死亡校などの情報を集めてリスト化し、友人が講習などを申し込んだ場合、紹介のご例として金券などを熟成に渡し、熟成に勧誘行為を促していたことをモラルに反するとされた。そして申し入れ書では、臨界に対し、 各塾の生徒が記載されているリストや個人情報の破棄、それを勧誘活動に使用しないことを求めた。それに対し、臨海は該当する全ての生徒リストを削除する旨を返答した。12月17日、ステップとの共同声明を発表した。同時に、臨海は営業運営方針を発表し、その中で未成年の生徒の情報収集の方法に、 留意することや行き過ぎた営業活動への反省とお詫び、合格実績の透明性の確保、モラルや社会性のある会社組織を目指すことなどを掲載した。ありがとうございます。